ガーッと見て。どっち？どっち？あー！はい、クルメイトでーす。今の上げ切れてねえ。七子慎太郎ローラシオ。なんでだ。なんでだ。というと同じことで遊んでた。ベントで遊んでた。遊んでないさ。遊んでたんだ。いや、ベントタスクやってました。いや、動いてたんで嘘ついてます。動いてたんで嘘ついてます。どうしまったんだみんな。ベントに立ったりしようぜみんな。ボタン押しに行っちゃってさ、変わっちまったよみんな。そんなに大事か勝利が。変わったのはお前だ。わあ。あ、これ釣らないんだ。釣るな、そんな簡単に。やばすぎんだろ。はい、高田さん、慎太郎さん、プテハスさん、ピンク、緑、やばい。アダマの横です。メインホールの一番右、除染のタスクがあるとこの入り口あたりに死体が転がってました。なるほど。ピカさんはキッチン脇です。僕と一緒に湧いてる。ルート的には通ったら光りますか、光らないですか。100% 光る位置です。っていうか廊下です、もうメインホールのほぼ、うん、廊下なの。はい、うん、ハイブリ視点は原産だけ出せそうかな。白あと、な、多分七子さんまで白でいい。七子くんはどっから来たのかがちょっと僕分かんなくって。ああ、そっか。はい。あと、僕目線でプタさんの白が出せるかな。あ、そう。プタさん最後ミーティングですよね。あ、そうだよ。ギリギリプタさん目線見えないかもしれないけど、俺が後ろをついていくような感じになってるから。で、最後俺はしご登っておしまいなんで。あ、ちなみにちょっとごめんなさい、確認です。ゲンさん、直近ではないですよね。直近じゃない、もうパカッて開いた時点でデッドついてたんで、うん、いつ死んだか分かんないです。あ、オッケー。メインホールとエンジンの間の扉で僕とすれ違ったのってワンチャンピカさんかぽいな。停電中だったから分かんなかったんだけど、僕がメインとエンジンの扉を開けて、僕今ミーティングなんだけど、その時にピカさんっぽい、あんま覚えてないけどピカさんっぽいかなっていう人が右に行ってるから、結構直近で、そしたら5、6秒ぐらいだと思う。あ、なるほど。あ、てかあれですよね、そのメインの、うん、メインの扉から10秒前ぐらい、うん、登るまでぐらいなって感じっていうことですね。あ、でもちなみにそのメインホールとエンジンルームの間の扉を開けようとしてるときにすれ違ったのは多分僕ですよ。なのに慎太郎はじゃあ引き返して僕のところに来てるってこと。あ、だから僕はそこで一回プテさんと見合って、一回メインホールの小部屋に行って、そこからまたミーティングまで行ってるから。あ、小部屋行ってる。あ、じゃあそうか、エレキからってことか。そう、エレキからで、なんかピンク、緑、緑って言った覚えがあるんで、エレキ。いや、そう、エレキに慎太郎いたけど、それどういう行動だった。すごい動きしてるなって今思っちゃった。いや、初動はエレキいましたよ。だからそのなんかよくわかんないけど、動きがエンジンと僕とエンジンから来る慎太郎が。そう、エンジンから来る。なんでって走っ、どういうルートなんそれ。あ、じゃあ説明しますね。だってエンジンだってプテハシは扉の向こう側に誰かがいて、それとすれ違ってるわけでしょ。そう、なんで慎太郎そこにいるの。ホラー映画始まる？ホラー始まっちゃう？もしかして。そういう系？D
デデデデン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 ってかけたらいいの。デン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 みたいな。楽しそうなやつだなって言われそうだ。マジ配信してしてればな。聞きま、はい、聞きましょう。まあもう最初から説明しようか。最初メインホールで沸いて配線やって、その後で電気室に下って奥にタスクやって、そこからメインホール上がって、でその時にメインホールとエンジンルームの間でプタさんを見たんですよ、僕はね。うん、でそこから扉開けようと思ってマップを開いたら、あ、メインホールの奥にタスクが1個残ってることに気づいて、でタスクやって、後にプタさんの後を追いかけてミーティングって感じ。じゃあ違う違う違う、じゃあ違うわ、あ、じゃあ違う、エンジンから来る誰かが僕と扉越しに見合ってんのね。でその人が右に行き、僕はミーティングのボタンに行ってるから、あ、慎太郎はだってメインの方にいたんでしょ。エンジンから来るのは俺じゃないだからでしょ、うん、あと行動聞いてない人って誰がいたっけ。あれずっとエレクトリカルで私言ってないしね、怪しい位置で。サントスさんが気になる、うん、あできない。いやいや言ってください。で、うん、アーカイブシャワーメインエレクトリカルバイタルです。でエレキで宝さん、バイタルでゲンさん立ってますが、キルクールちょうど上げるか上げないかくらいにその下位置の場所は通ってはいるので、ギリギリ容疑者なのかなと思ったんですけど、ハイブリさん視点で僕視点なんですけど、僕ゲンさんと一緒に、貨物の停電を直して、まあ、直したのは僕じゃないんですけど、そこからゲンさんとナナコくんと一緒にバイタルの方へ行き、最後エレキに入るときにサントスさんがエレキからバイタルの方に来るのを見ているので、うん、俺視点は結構サントスさんがどういう経路をしてたのかがめっちゃ気になってて、うん、まあ、メイン経由してるのであればキルは可能な、そう容疑者1です、容疑者1です、そう僕結構真横さんの行動も気になるわ。はい、エレキでさ上がってくる真横さんとメインから降りる僕がすれ違って、すれ違った。で僕その後エレキでタスクしてミーティングのボタンまで行けてる、ボタンの前まで行けてるのに、うん、真横さんはメインで何をしてたのかなと。メインシャワーぐらいだったかな、シャワーぐらいの時に停電か何かが入って、シャワーアーカイブリフトまで行ったんですけどすぐ直ったんで、一応下に誰かいないかだけ確認して、シャワーまで戻ってメイン行ったら発見って感じになります。なるほど。あれ真横さんだったら、そう、私停電した時にそのシャワーとメインの間で誰かとすれ違ったんですか。それが真横さん、うん、なんか誰かとすれ違ったけど私誰か分かんなかったっていうのがあったんで、真横さんか。であればそのタイミングで主体ないから10秒以内、10秒以内ですよ、うん、意外と容疑者多いな。すれ違ったの僕だから、うん、じゃあ、あれじゃあ、サントスさんないか？そう。高田さんってエレキの後どっち？俺ずっと無限エレキ。無限エレキ。無限エレキ。うん。無限エレキ。誰かとすれ違ったなしか覚えてなかったから。ありがてえ。すっかり忘れてた。びっくりした今の。はい、はい、メイキング完了しました。ごめん、なんか慎太郎さ、そのプテの証言で自分かもって思ったところって、もう一回なんで自分かもって思ったんだっけ。そのプテラさんが停電中に誰かとすれ違ったっていうから、うん、俺はその停電中にプテラさん見てるからそれと勘違いしたいのかなと思って言いました。停電中どこでプテ橋見たんだっけ。メインホールとエンジンルームの間の扉を開けようとしてるプタさんを見てる、停電中に。てかまだ聞いてない七子さんとかハイブリさんとかの話を。あ、ごめんなさい。慎太郎ってその後どういう行動を取ったんだっけ。その後エンジン宿舎前で最後ミーティング登ってっていうか、はしごの途中で終わり。なんでさ、プテ橋はその時慎太郎を視認できない距離だけど、慎太郎って後ろからプテ橋できる距離感がなんで空いたの、そこで。あのね、その視野的なのはちょっと私も気になってはいた。いや、一番最初の証言ってプテ橋がギリギリ階段登るのを慎太郎が見えたって言っていたけど、扉のところでは接着して行動順はプテ橋と共に歩んでいるのに、停電開けたらなんで距離が空いたの。あ、だから僕はプテさんを見てから、そこからタスクやりに行ってるんで、メインホールの上のタスクで、そこから追いかけてるから。で最後おそらくプテさんは扉開けした、その宿舎前とかの。あ、どうだったかな。してないと思う。まあしてないんだったら、あ、してないの。ていうか、してないんだったら追いつけなくないと思う。僕が扉を開けようとしてたタイミングはもう思いっきり停電だったから。いや、なんか僕目線で最後その宿舎前右側の扉を開けてるプテさんがギリ見えたから、
扉開けしてるから俺が追いついたんじゃないかなと思ったんだけど。でも開けたんじゃない、そこの扉開けてる人登場人物にいないから開けてると思うよ、うん、多分プテさんは。え、ボタン押したの誰だっけ。あ、死体発見か。死体発見、死体発見です。てか、まあいいや、俺と七子くんとか喋ってもいい。そう俺とゲンさんと七子くんで停電の直すタイミングで3人一緒にいるの。なので停電前とか停電中とかでキルが起きているんであればここ3人まとめて白だと思うけど、ただ七子くんがワンチャンのはシャワールームメインだよね、見つけたのって。メインっていうか、だったらシャワールームの弁当から貨物に来てる可能性は一応終えてしまうので、俺は見えないから。うん、だいたいみんなが言ってくれたのと同じです。太郎は貨物。はいはいはい。弁当の中からミーティング上がる。プテハシ見たんじゃない。ああ、僕は背中から見てますよ。いや、俺はなんかそうだろうかなと思っちゃった。なるほどね。なるほどね。トイレ、トイレタスク。トイレタスク。ちょっと一気にタスク飛ばしたいな。すごい効率の悪い動きしてるから。何のタスクこれ？タオルか？ん？ハイブリ中野アルマ。釣ってください、お願いします。うわ、怖かった今の。なになに、はい、ミーティングの階段登るじゃないですか。高田さんの死体があるんですよ、はい、で、うん、いや、まだキルクール溜まってないからいけるやろと思って一番右まで行ったら慎太郎さんが立てて、やっべって思って今帰ってきてレポートしたんで。これ全く同じことを僕は主張できますね。なるほど。僕がミーティング登ったら高田さんの死体があって、以下同じです。まゆこさんと七子さんが多分私が登ってるの見てくれてるし、まゆこさんはできないですね、その行動は。慎太郎は序盤にはしごの上にいるのを見てるから、慎太郎ちゃんがやったんだ、じゃあ僕の弁当の中で見たんだな、うん、僕の背中を。全く同じだったらおかしい。だからその奥に真由子さんが立ってるんだったらおかしいっていうのは、ちょうど今登っていく真由子さん俺は見たから。そうそうそう、だからそれは奈々子さんから証明してもらえるはずなので、うん、そうだね。なのでローラーにもならんかなという感じでございます。ちなみにこれ奈々子さんってミーティング登ろうとしてました？登ろうとしてたけど右から真由子さんが来たから、じゃあ俺タスクしようと思ってアーカイブの方向かったって感じです。いや、あと一部だったんですよね。いやナイスチャレンジ。死ぬとこだった。あと1秒危ないやでもそれだったら俺は真由子さんがボタン押さないんだったら俺は多分行ったね、ミーティング俺は行った。な、なこくん間を埋めなくても慎太郎くんに押してもらおうよ。まあでもそうですね、俺がキルできとけば奈々子さんと一緒にモンバーして勝ちでしたね。ちょっと違うよ。お疲れ様でーす。相方頑張ってください。まあでも3人やってんのかな、これは。そうなのよね、うん、怖かった、めっちゃバリ怖かった今の。マジか、あと1秒だったんだ。いやー、なんで言った？いやでも気になるよね、奥マジで。普通に怖いわ今のは。でもマジチャレンジャーだったわ。あー、まあたまにはいいかな。ゆすぎるも。何言うとんねんって言われそうやけど。あー、マジ奥確認して死に行ってよかったわ。嘘。あー、ちょっと遅かった。早いね、キルペース。早いね。
タスク的にはどうする、まあ、僕は割る。俺ももうちょい、あと4つ。4つだけど固まってるからすぐ終わる。私どうだったかな、私はちょっと遅めなんで、ちょっと頑張る。ちょっと遅めです、ね、うん。まゆこさん、ゲさんは見てないな。サントスさんと一緒の脇だったぐらいしか私このターン覚えがない。七子さんアーカイブで脇一緒だわ。最後エレキで会った人って誰ですか。俺エレキであのサントスさんとすれ違ったの覚えてる。ハイブリキッチン脇展望終わってそのまま、うん、僕次アドミン見ちゃおう。いいね、終わるから。いいね、うん。じゃあ俺カメラ見ちゃおうっと。タスク終わるし、消去法なんか見に行けよ。なんか見に行けよ、今の流れなんだから。ほぼバイタル見に行けよ。じゃあ展望デッキであのお外の様子見てきます。そうだよ。私ハイビーさんは、ハイビーさんは私に思うのかな多分。うん、あー空が綺麗だな。どこだよパーフェクト。あったわ、今さらだわ。待って、あれ現像じゃねえ、私やった覚えないぞ。ナイス、ナイス、めっちゃ助かる。ナイスすぎる。いや危ねえ。あの僕覚えゲーを覚えられなくて、もうそこ往復してて、うん、これはもうやべえ、やらかしたと思ったんですが、誰も死ななずと。めっちゃ助かる。あのミーティングで終わります。ミーティングで終わります。助か終わりました。私は現像残ってたんでめっちゃこれ助かります。現像。いやめっちゃ焦った今。現像残ってた。ハイブリさんだと思うけどな、実施点。サントさん、あそこで僕を殺さないだったらもう城だわ。本当に。はいはいはい、終わった。やった。背後に圧を感じる。背後に圧を感じます。はい、ナイスだ。すいません、アベリさん。いやいや、全然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 。いやいやいや、よかったね。全然全然。いやー、気づいてあげられなかった。チンタロさんって、ベントから見てたんすか。どうだったんですか。あ、ベントから見てますよ。あ、じゃあ、タカラさんどっちだったんすげー。いやー、そうです。他に議論でずらしたかったんだけど、全然ずらせなかった。申し訳ない、力不足だ。じゃあ急いでもう一試合いきます。あ、いけるいける。めちゃめちゃ。